皆様こんにちは。日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺っていく NGO を世界を見つめて、第4回の今回は公益財団法人ジョイセフの佐藤由美恵さんをお迎えしています。前半ではですね、ミャンマーの文化であったり、そこの人々についてであったり、また非常に胸の痛い話ではあるんですけれども、今年2月1日から始まったこの軍事クーデター、それで現地が一体どのような状況に置かれているのかなどといった話を伺っていきました。そして今回この後半ではですね、ジョセフさんがどのような活動を行っているのか、また佐藤さんがこうしたこう業界を目指された理由、なぜジョセフで働こうと思ったのか、そうしたきっかけなどについても伺っていきたいと思います。佐藤さん、改めまして後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、まずはこのジョセフさん、初めて今回のこの番組でその名前をお聞きになった方もいらっしゃると思いますので、簡単なこう団体の概要などお伺いできますでしょうか。はい、ジョセフは世界の女性と命と健康を守るために活動している日本までの NGO です。戦後の日本が実践してきた家族計画と母子保健の分野での経験やノウハウを途上国に移転してほしいという国際的な要望を受けて1968年に設立されました。国連や国際機関、現地の政府機関や NGO、 そして地域住民と連携して、これまでアジアやアフリカ、ラテンアメリカの39カ国でジェンダー平等と女性のエンパワーメントに向けて、住民主体のセクシャルリプロダクティブヘルスライツ、性と生殖に関する健康と権利を推進する活動を実施してきています。具体的には、例えば安心して妊娠出産育児ができるよう、身近な相談員として地域の妊産婦さんや母子を支援するボランティアである母子保健推進員という制度が日本にはあるんですが、その同様のボランティアを現地で要請して、で女性たちに検診は大切ですよ、だからちゃんと行きましょうとか、妊娠中にこういうサインがあると危険なので病院に行きましょうといった情報や知識を伝えたりする活動を行ったり、あと助産師さんなどの医療従事者への研修を行ったりして、母子保健に関わる人材育成をしています。でまたこう地域のリーダーとかローカルの行政機関なども一緒にこう活動を進めていくことで、地域全体で母子をサポートする体制づくりを行っています。うん、またジョセフは日本国内でも活動を行っています。自然災害で被災した地域の妊産婦さんをはじめとする女性への支援のほか、ホワイトリボンランだったり、セクシャルリプロダクティブヘルスライツについての情報提供を行うアイレディキャンペーンなど、さまざまなイベントを通してリプロダクティブヘルスの啓発活動を行っています。はい、ありがとうございます。ジョセフさんですね、実は僕もよく通わせていただいているザンビア共和国というアフリカ南部の国で活動を拝見したことがありまして、本当に草の根の活動というか、地域の助産婦さんに寄り添った活動というのが非常に印象的でした。まさにこう何かこうこちらから何かを持っていって何かをするというより、向こうで人を育てたりといった、そういったそうした活動に重きを置いているという形なんですか。そうですね、はい、先ほど説明したような、はい、母子保健推進員というボランティアさんを要請して、地域の女性たちに正しい知識や情報を提供していく、でそういうことで女性たちが、またその女性を取り巻く、周りの家族だったり地域がこう行動を変えていく、はい、ので、はい、そういう取り組みをしています。ありがとうございます。本当にこうザンビアの奥地で日本初の NGO の方々の活動に出会ったことがすごく嬉しかったんですけれども、ミャンマー、現在ですね、軍事クーデターで本当に大変なニュースが入ってきているミャンマーでもずっと活動を行ってきているということで、このミャンマーでの事業についてもご説明お願いいたします。はい、ジョセフはエアワディという地域で家族計画や妊産婦への保健サービスの利用を促進するためのプロジェクトを実施しています。エアワディはミャンマーの農業の中心地で、ミャンマーの中央を流れるエアワディ川のデルタ地域にあります。河川が多い地域なんですが、橋などのこうインフラが未発達だったり、また貧困の問題も抱えている地域です。で実はミャンマーでは妊産婦死亡全体のこう 80% がこのエアワディのような農村部で起きています。でそこでジョセフでは適切なタイミングで検診を受診できるようにすること、
まあ、設備の整った施設での出産、あるいは助産師などの専門の技術がある人の介助の下での出産を増やす、中絶だったり出産間隔が短く出産回数が多いことで妊娠や出産時のリスクが上がるので、そのリスクを減らせるよう家族計画の知識や情報サービスを受けてもらえるようにすること、そういったことを通して妊産婦死亡を減らしていくという活動をしています。でプロジェクトを実施するにあたり、どういった理由から家族計画だったり母子保健サービスを受けることができないのかということをまず調査しました。すると、はい、母親だったり、夫の母親から自分たちも特に専門的な技術を持たない伝統的な産婆さんで出産したのだからあなたも行く必要はないと言われたとか、あと避妊に関しても誤解だったり迷信があったり、あとクリニックまで行くのの行くための交通費や入院中の食事代がないとか、本当にさまざまなバリアがあることが分かりました。でそこで母子保健推進員というボランティアを育成して、でそのボランティアを通して正しい知識情報を知ってもらって、検診を受けることや施設での出産というのが大切なんですよということを広く知ってもらう、でそういうことで社会文化的なバリアを克服していくということをしていく一方 で例えば経済的なバリアに関しては、日本でも検診を受けるのに補助犬を派遣している自治体が多いと思うんですが、そういうバウチャー補助犬の制度を導入してコミュニティでお金を集めて検診を受診したり施設で分娩をした女性に補助を出していく、そういうことでバリアを克服していく、そういうさまざまなバリアを克服して地域全体で母子をサポートする体制を作って妊産婦を減らしていこうという活動をしています。ただ残念ながら現在クーデターにより活動がほぼストップしてしまっていて、で昨年は新型コロナウイルスの感染拡大で移動が制限されたことによって日本人スタッフがミャンマーに入れない、でミャンマーに国内にいる現地スタッフがヤンゴンから外に行けないなどといろんな制限があり、でなんとかオンラインで遠隔で活動を続けてきたところに今回このクーデターが起こり、本当に不安な気持ちでいっぱいのお母さんたちがいるんだなっていうこと、そしてこの今この瞬間もその不安な気持ちを抱えたまま十分な設備がないところで出産を迎えられる女性たちがいるかと思うと、もう本当に辛い思いをしています。こちらもその様子ですね、研修を受けている女性の様子でしょうか。はい、そうですね、母子保健推進の、はい、を要請しているところです。はい、この母子保健推進員になる方はどういう方がなるんですか。看護師さんとか、それか一般のその村の女性でちょっと手を挙げた方とか、そこを教えていただけると幸いです。はい、ミャンマーではほぼ女性なんですが、地域に住む本当に専門的な知識とかは持たない、ぜひ地域のために何かしたいっていう思いを持ってくれている女性たちが、はい、母子保健推進になってくれています。社会的文化的なバリアを少しずつ解体していくということですけれども、その過程でどのような困難が、あったりしましたか。例えば場所によっては女性が何かを学ぶということに対して保守的な社会の中ではちょっと反対の声があったりとか、そうしたこともあるのでしょうか。そうですね、根強く残る誤解だったり迷信っていうのを解いていくっていうのは本当に難しいこと でそれで、またその女性たち、妊産婦さんたちがそれを理解しても、例えば夫であったり、先ほどお話ししたように自分の母親だったりのお母さんが、理解してもらえないと女性たちが動けないっていうことがあるので、女性をはじめとするその多くの人により正しく分かってもらう、でそのために、例えば分かりやすい教材を作ってもらったり、グループでディスカッションして、こんなことを
こんなリスクがあってこんな大変なこうあったけれども、でも母子保健推進の人に言われて検診に行った、あるいは施設で分娩をして無事に赤ちゃんを産めたってい う, こう隣人 の,、うん、あの周りの人の話を聞くことで、あ、じゃあ私も行ってみようかなとか、もうどんどん意識を変えていくっていうところを、はい、あの丁寧に進めていっています、うん、こちらは家庭訪問へ向かう母子保健推進員ということですが、本当にこう舗装道路もないような田舎の中でこう徒歩でそうやって向かっていっているところですね。はい、そうですね、あの自分のお家の近くの30世帯を1人当たり担当してるんですが、なので皆さん顔見知りではあるので、うん、本当にこう気楽な気持ちであの相談をしたり、あと情報を伝えるのでもこう抵抗なく聞いてもらえるということがあのできていると思います。うん、また現在あのクーデターでまた違った状況だとは思いますけれども、それ以前の状況ということを考えたときに、例えばもっとこう保健医療こういうところが足りてないなとか、こういうところを拡充していきたいなといった点はございますでしょうか。そうですね、本当にルーラルヘルスセンターという農村保健所の下にまた小さなサブルーラルヘルスセンターというのがあるんですが、はい、例えばその施設ですと、あの分娩のための部屋がなかったりとか、設備の面でもこの農村部というのは厳しい状況に置かれているということがあったり、うん、またあのこのエア割りですと、こう先ほどもあのお伝えしたように橋、あの河川が多いので、まあ、ボートで渡っていかなきゃいけないだけど、うん、緊急の時にそのボートを渡ってさらに病院に行かなきゃいけないっていう、そういうインフラの面での課題だったり、うーん、このボートだったり、まあ、交通費ですよねが出せないとか、本当にいろんなこう、はい、あの困難な難しさがこう合わさって、まあ、産婦死亡というのがこう高くなっているのかなと、はい、思っています。ありがとうございます。鎌倉さん、お話伺っていてどうでしょうか。いや、本当なんかご近所でちょっと知り合い顔も知ってて、で経験出産とかの経験もある人がこう正しい情報を伝えに来てくれたりとか、うん、自分の悩みをちょっと打ち明けられるっていいなと思いましたし、あとなんとなくイメージなんですけど、そのね、義理のお母さんとか自分のお母さんもなんかこう、それこそ知った人が来て実はこうなんですよなんて言ってくれた方が逆に話も聞いてくれるのかなと、はい、あの思いました。あとやっぱりあの先ほど佐藤さん、迷信とか誤解がすごい多いっていうことを繰り返しおっしゃってた中、ちょっとどんなちょっとこの出産を脅かしてしまうようななんか誤解とか迷信がミャンマーにあるのかなっていうのはちょっと個人的に気になりました。そうですね、例えば加速計画というところですと、その日本でもあると思うんですが、ピルを飲むと副作用で病気になっちゃうとか、そういうのを信じている人も多かったり、あと出産後にこういうものは食べちゃいけないとか、妊娠中にこういうものを食べちゃいけないとか、でそれが、まあ、あまりこう、そうですね、今までずっと言われ続けてそうだったけれども本当に科学的にはどうなのかっていうところとかが、うんうんうん、特にないまま、まあ、それを続けているとか、でむしろ逆にそのこういう栄養価を本当は妊娠中に取った方がいいよとか、うんうんうん、そういうのも、まあ、あのこう妊娠を健康に過ごして、で、うん、安全に出産して元気な赤ちゃんを産んでいくっていうところを阻害している大きなところだなと、はい、思います。ありがとうございます。いろいろと現地でのジョイセフの活動をお伺いしてきましたけれども、ここからはの佐藤さんご自身のお話も少しお伺いできたらなと思います。そもそもなぜこうした NGO 業界を目指されたのか、そしてなぜこうジョイセフで仕事をしようと思ったのか、そうしたきっかけや思いなどについてお話伺えたら幸いです。はい、私実はあのジョイセフに入る前は難民支援の仕事をしていました。ああ、今も実はジョイセフと別 の, あの団体で難民支援に携わり続けているんですが、その難民支援の現場で性暴力だったりドメスティックバイオレンスだったり、そういうジェンダーに基づくあの暴力の被害者となる女性にたくさん出会ってきました。でこう自分の国や、まあ、そして家族だったり友達、まあ、家や財産、本当にそれまで築いた全てを失って、で命を守るためにやっとたどり着いた先で、まあ、さらなる被害を受ける、
そんなことがあっていいんだろうか、すごいこう強い何でしょう、怒りを覚えたんですね。それでもう少しこうジェンダーだったり、あと女性に特化したこう女性を対象とした支援について勉強したいなと思うようになって、はい、ジョイセフに入りました。そもそものその難民支援であったり、そうした社会問題にこう興味を持つきっかけというのは何かあったのでしょうか。はい、そうですね、私自身障害を持つ兄がいて、うん、そういう社会的に弱い立場に置かれるような人のこうその人たちがその人の持っているこう力を十分に発揮できるように、それを寄り添うようなそういう仕事をしたいというふうに思って、大学ではソーシャルワークを勉強したりしたんですが、まあ、その中で、はい、国内だけではなくて海外に目を向けるようになって、国外にもこんなにまたさらに大変な思いをしている人たちがいるというところで、はい、難民支援に携わるようになってきました。そんな中、今実際にこう現地でそうした職業、そうした仕事をされているわけですけれども、その中でこうやりがいを感じたり、あ、この仕事をやっててよかったなと思える瞬間、エピソードなどはございますか。そうですね、この仕事って人と人だなと思うことがすごく多くて、でこちらが支援者、あちらがこう支援を受けるとはっていうのではなくて、一人の人と人としてこう何でしょうね、些細なことで笑い合ったりとか、うまくできて一緒に喜んだりとか、なんかうまくいかずに一緒にどうしてだろうって悩んだりとか、なんかそういう瞬間がすごく私は、はい、やりがいを感じる瞬間です。ありがとうございます。逆に、まあ、海外での、まあ、プロジェクトを運営しながら、まあ、いろんな今のコロナだったりクーデターだったり、すごいこう辛い思いをする時もあるかと思うんですけども、逆にそのリラックスの方法とか、ちょっと気分転換の方法とかあると教えていただけますか。私上手ではないんですが、料理が好きで、無心でみじん切りをしてたりとか、みじん切り、はい、音楽を聴きながらひたすら玉ねぎのみじん切りをしたりとか、そういうこと現地にいるときにはそれがすごく、でもすごいプロデクティブですよね。こう切った玉ねぎは料理になるし、はい、無心ですごい細かいみじん切りを作ったりして現地の料理を作られたりもするんですか。そうですね、現地の料理はまだ作ったことは、はい、ないんですが、もし次、はい、行けるようになったら、はい、はい、そうですね、細かい玉ねぎを使った料理が現地にもあるといいなと思います。ありがとうございます。そうしたお話まだお伺いできてよかったです。本当に今こうしてですね、昔からやりたかった仕事に実際に疲れている佐藤さんからですね、これからこう NGO 業界であったりこうした仕事を目指したいと思う人に対して何かメッセージなどをいただけましたら嬉しいです。はい、ちょっと抽象的になっちゃうかもしれないんですが、国際協力を問わずいろんな経験をたくさんするということをお勧めしたいと思います。 NGO の仕事って本当にこう様々なバックグラウンドを持つ人たちと一緒に何かをこう作り上げていくっていう仕事で、また正解が一つじゃなかったり思い通りにいかないということもたくさんあります、うん、そういう時にこういろんな人の立場に立って考えてみたり、いろんな角度からこう物事を見たり、そういうことがすごく必要になる場面というのが出てくると思うんですね。その時に自分の頭と心をこう柔らかくしておくということが大切だなと思いますし、そのためにはこういろんな人と普段触れ合わないような人たちと触れ合ってみたりとか、いろんな立場の人と触れ合うとか、いろんな経験をしておくっていうのが役立つんじゃないかなと自分の、はい、経験からも思います。ありがとうございます。ありがとうございます。
ここまでミャンマーでの、ジョイセフさんの活動であったり、あと佐藤さんの、この教会を目指されたきっかけ、思いなどお話を伺ってきました。ざっくばらんなこうストレス解消法としての玉ねぎのみじん切りのお話も伺えたりして楽しくお話をさせていただきありがとうございました。ここまでこうお話をですね、視聴者の方々もこう聞いていてですね、ちょっとジョイセフさんの活動をもうちょっと知りたいなとか、私たちには何かできることがないのかなと、そのように思われた方もいらっしゃると思います。そんな方がですね、ジョイセフさんを応援する方法っていうのはどのような形がありますでしょうか。はい、ありがとうございます。ジョイセフの活動は本当に皆様からのご支援によって支えられています。さまざまなのご支援の形があるのですが、そのうちの一つにジョイセフフレンズというものがあります。ジョイセフフレンズは月2000円から始められるマンスリーサポーターです。いただいた2000円で、例えばこうザンビアで1年間に12人の女性が施設で助産師さんなどの技術を持った人の介助の下で安全な出産ができるようになります。でフレンズになっていただくと、そこにも書いてあるように、さまざまな特典が受けられたり、あとメルマガやフレンズ通信などで最新の情報を知っていただくということもできますので、ぜひ詳しくはジョイセフのホームページをご覧になって、ジョイセフフレンズで共に途上国の女性のために一緒にご支援いただければなと思っております。でその他ご寄付やアフガニスタンに送るランドセルや文房具などのご寄贈といったさまざまなご支援の方法がありますので、ぜひ一度ジョイセフのホームページをご覧いただければと思っております。でまたFacebook だったり Twitter、Instagram などで最新の情報だったり、あとイベントのお知らせなどもしておりますので、ぜひご登録いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こうした情報は YouTube の概要欄にも貼っておきますので、皆様もぜひクリックしてみてください。はい、ということで本日はですね、公益財団法人ジョイセフの佐藤由美恵さんをゲストにお話を伺っていきました。鎌倉さん、ここまでお話しされてみてどうでしょうか。はい、本当に現地のまた女性たちのですね、特に状況を知れてすごい勉強になりましたし、私マンスリーサポーターになると12人の女性の安全な出産をサポートできるってすごいなっていうか、まさにサポーターになることで命を救える、そのお手伝いができるのであれば、もうこれは絶対なりたいなと、はい、思いましたし、はい、ぜひ皆さんもFacebook とかインスタもされてるようですので、まずはフォローするところからスタートしていただければなと思いました。はい、具体的にこう12人の方がそうやってこう出産に立ち会ってもらえるとか、うん、こう思い浮かべるとまた身近になりますよね。うん、でそうやってサポーターとしてつながることで、今後例えばミャンマーのニュースだったりザンビアのニュースが出てきた時に、うん、もしかしたら私の関わってる国でそういう人たちがいるのかなとか思えたり、想像力が広がっていくのではないのかなと思いました。うん、それではですね、あっという間にこう時間が来てしまいましたが、本日は佐藤さんありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではまた次回の NGO 世界を見つめてで皆様お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。